もっといろんなことできて勝てたかなと思うんですけど、6月24日北沢大会、ここでキュウリ対マルコのシングルマッチを1秒でもあれば勝てた10分1秒一本勝負で1秒でマルコ勝てたんだよね。はい、じゃあここで勝ってもらいましょう、マルちゃんに。はい、1秒はい、いただきましたので有効に使って勝ちたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。前はマルコタッグマッチでマルコに負けて、今日はドローでチャンピオンがこんなんでいいのかなって思って、しかもこんな傷まで作られて、北沢はしっかり自分が勝利を収めたいと思います。ありがとうございました。
な12月から相棒として存在しているわけですけども、すごくお気に入りなんですよ。自分としては綺麗に負けたんじゃないかなと思ってまして、藤本さん、これが7月3日の後楽園ホールで持ち出されるか持ち出されないかはあなた次第です。やり残したことはないようにしておいた方がいいです。あのこれは3日はないからね、ダメですよ。いやいや、わかんないですよ。いやいや、わかんないとかじゃなくて、さすがにこれはダメですよ。メインイベントですよ、これだけの。あなた次第です。続く。横浜分隊は終わりまして、自分の中でいろいろ考える時間がありました。分隊でアイスリボン創設者のさくらえみさんと試合をして、やっと自分の中で気持ちに終止符を打つことができました。次の目標はセラリサの持つシングルのベルト、シングル王者に返り咲くことと思っていたんですけれども、どうも心の中で引っかかっているものがありました。私はアイスリープの創設者のさくらさんとしか試合をしていませんでした。私はガトームーブのさくらえみと試合がしたい。自分のわがままかもしれないんですけれども、ガトームーブに一人で乗り込みます。Thank you.